族と暮らす日本人女性を発見。世界なぜそこに日本人、月曜夜9時。経営者でもある私にとって大切なのはここにいる一人一人だって。人が作るものですから、あなたの大切を守りたい。中小企業を支える、 NN 生命。30周年へ。ハロウィンにはケンタッキー。ジューシーなチキンに今だけのパンプキンビスケットも。ハロウィンバーレル31日まで。ケンタッキー。ティモテ、あのティモテが帰ってきた。キシマナイノンシリコン、オーガニック認証成分配合、しなやかでサラサラな髪へ。ティモテ。ついに梅雨の密封ボトル出たんです。削りたてのだしの香りを閉じ込めました。梅雨が香るとこんなに違う。使うたび香り新鮮。キッコーマンだし香る贅沢梅雨。まだ誰も住んだことのない住まいを建てよう。ブリリア東京建物。日本の厳選された水いろはす、山梨県産桃の芳醇な味わいと自然な甘み。桃も出ました、いろはすから。どうもこんばんは。こんばんは。ちょっと前ですけども、はい、自転車のやりましたよね、はい、このトランボス、はい、ロードバイク、はいはい、あれはね非常に高視聴率だったらしいです。そうみたいですね。すごかったです。秋元ちゃんの体のラインがもうすごいと、話の内容が入ってこないっていうラインがすごすぎて。そんなに人生ですか。本当ですか。非常にはっきり言ってエロいです。ね、お尻がプリッとしてる。そんな秋元アナの話題は置いといて、皆さんスポーツ中継でこんな画面を見たことありませんか？選手の成績が詳しく表示される細かいデータの数々。そんなスポーツのさまざまなデータを専門に扱っている会社があるんです。今夜はスポーツ界を陰で支えるある企業に潜入しちゃいます。いやこれ大変だわ。大変。選手の特徴を、はい、まあ、把握して入力して。すごいな。僕はリーチマイケルだと思います。正解です。やっぱり、はい、すごい。だってこれだけしかしてないのかな、アフリカは。はい、はあ、なるほど。トラノモンスポーツ。伊達さん、今日は本当にすごいところに来たんですよ。うん、どこなんですか、データスタジアム。一見ね、普通の会社のように見えますけれども、はい、超一流企業なんですよ、ここ。超一流企業。はい。データスタジアム。今回訪れたのは、世田谷区三宿に本社を構えるデータスタジアム株式会社。こちらでは、野球、サッカー、ラグビーなど、様々なスポーツのデータ化、分析を行っています。それらのデータはゲーム会社、出版社、メディア関係、スポーツチームなど様々な企業で活用されているんです。今日は普段見ることのできないスポーツの貴重なデータからマニアックなデータまで見せていただきます。こちらが野球のお部屋になります。野球のお部屋、はい、ちょっと行ってみましょう。野球のお部屋、はい、こんにちは。皆さん仕事されてます。いやいやいや、一人一人こうやってパソコンがあって、うん、誰も仕事が一切ないですよ。ここは各球団やテレビ局などにデータを提供するためにプロ野球やメジャーリーグなどの野球に関するデータを収集する部署。皆さんがよく目にするこのデータもこちらで収集されているんです。ちなみにこの日はクライマックスシリーズが行われる日だったため、すごい、ね、芸能人なんですけど誰も見ない誰も見合わせない、誰一人相手にしない感じ、一体どんな作業をしているのか担当者の山田さんに聞いてみました。
試合が始まったら中継の映像を見ながらリアルタイムでもう一試合一試合一試合に入力していく。球場まで行くわけじゃないですか。そうです、全てここで入力していきます。行った方がいいんじゃないですか。ここの方が分かることもあるという。そうなんですか、ね、でも風とかちゃんとこう、匂いとか、はい、そうですね、匂いのデータちょっと取ってないので、はい、いや別に、まあ、それそうでしょうね、はい、誰も欲してないですよ、はい、そうです、でもそれじゃあご自身の目で判断されて、そのいろいろ吸収だったりとかそういうデータを入れられてるんですか、はい、そうですね、みっちりトレーニングを積んだスタッフがもう一人一試合ついてずっと入力するみたいな。山尾さんは野球専門。はい、そうです。野球経験者ですか。野球高校までやってました。あ、実は複雑ですか、野球なんていうのは。そうですよ、やってないとできないですよね。そうですね、まあ、経験者が多いですね、やっぱ割合的には。やっぱりそうですか、はい、いや本当そうですよね。そういう話しないですか。え、会社でとかですよね。その全然、あ、会社じゃなくて俺のバットはみたいな。いやしないでしょ、しないです、うん、はい、そういうデータは集まってないです。そういうのはないですね、はい、なるほど。いや誰も笑ってないじゃないですか。いや、こらえてるじゃん、だって若干こらえてますよね。こらえてるでしょ。では、実際にどのようにデータを入力しているのか、番組で用意したこちらの試合映像を使って見せていただきましょう。相澤投手、相澤投手が投げてますね、うん、はい、これもうすでにカチャカチャやられてますけど。そうです、入力を始めてます。何入力したの。今、球種とコースと見送りっていう結果を入力しました。あ、早い。ああすごい、こんな早く入力できます。ああ早い早い。なるほど。あれヒットっていう以外に何の項目を今入れられたんですか、はい、今打球が飛んだ方向と、うん、それがフライの打球であるという情報と、はい、レフト、まあ、7ですね、レフトが取ったというような情報と、あとこの ABC っていうのが打球の強さのデータなんですけど、あ、打球の強さなんだ、はい、強い打球は A で入れるというような。今は A ですか。そうですね。へー。1球ごとにコースや球種はもちろん、打球の方向から打球の強さ、さらには捕球した選手まで瞬時に様々な情報を入力。入力時間はおよそ10秒。これは一球速報と呼ばれるシステムなどにも反映されています。このおかげで試合が見られない時でもパソコンや携帯などで試合展開を楽しむことができるんです。ちなみにこのデータを入力しているのは、これ皆さんは社員なんですか全員。アルバイトの人が多いです。アルバイトの人が多い。どれぐらいバイトなんですかみんな。どれ、このあのフロアにいるのはほとんどアルバイトです。ほとんどバイト。なんと入力作業をしているおよそ9割がアルバイト。入力ミスを起こさぬよう2ヶ月にわたりみっちり研修を行っているんだとか。さらに試合のデータ入力の他にこんな仕事も。来年の選手の名鑑を今作って。来年の選手名、そうか、選手名鑑なんかもじゃあこの会社から。ありますあります、データスタジアムさんが出してる名鑑。収集したデータをもとに分析した情報が選手名鑑などにも活用されているんです。このまあ収集したデータはどこに出すんですか、はい、先ほども あったんですけど、球団さんもありますし、はい、そのメディアさんもありますし、あとはゲーム会社。ゲーム会社、パワープロとかそういうのあります。それでそのゲームのバッターがどれぐらいのレベルのバッターなのかとか。そうですね、どっちが得意にしてるとか、はい、っていうのがそのデータを見れば一発で分かる、ね、はい、需要はたくさんありますよね、こういうデータは。確かに細かい、例えば番組なんか見てて細かい数字が出たりデータとか見ると、はい、誰が調べてるのかなってずっと思ってましたわ。山田さんだったんですね。そうだったんです。自信満々に否定されないですね。続いて向かった場所は、ここはラグビーのお部屋です。お邪魔します。あ、ラグビーのお部屋ですって、はい、お部屋ごとがあるんですか、はい、スポーツによってお部屋があるんですね。そうです。あ、今日紹介をする小川です、はい、小川さん、小川です、よろしくお願いします。お世話になります。はぁ、お、トライ、これよく見ましたね、あの中継で。はい、実はですね、うちの会社の社長が見に行ってですね、
行ってきたんですか。はい、もらってきたものをちょっといただいて今飾っています。ラグビーワールドカップのあれね、わーってやってましたね、こうやってトライ、五郎丸とか書いてあるんですよね。小川さんラグビーやってたんですか。あ、一応はい、やってました。ラグビーやってたんですか。はい、やってました。あ、どこでですか。高校の時千葉県の方でやってました。千葉。はい。千葉はどこですか。柏、琉球大柏、が一番強いんですけど、そうですよね。そこで、私は準決勝で琉球大柏に102対0で負ける。負けますね。102対0。でも準決勝まで行ってるんですか。そうなんです、そうです。すげえじゃないですか。はい。ほう、僕も1回戦で石巻工業に101対0で負けてました。小川さん、はい、ここでは一体どういったことをされてるんですか。はい、ですね、まあ、例えばこう放送なんかに誰々選手のタックル成功率が何パーセントとか、はいはい、そういう数字が出てくると思うんですけど、まあ、そういうのを一つずつタックルとかのデータをここで入れることで、まあ、そういう数字を出しています。ではこちらの試合映像を使って実際のデータ入力を見せていただきます。一時停止をしながらこう何が起こっているかっていうのをまあ細かく見ながら入力しています。ただちょっとここのパスのところから、いやもう誰が持ってるか分かんなくないですか。分かんない。なのでこれは巻き戻したり早送りをしたり、しながら背番号見たりですね。いやこれ難しいわ。ラグビーは密集戦ですからね。そう、ラグビーは大変なんです。わずか5秒のプレーから全てのデータを取るのも一苦労。まずはボールを持っている選手のプレー内容とその場所を入力。次に絡んだ相手選手がどんなプレーをしたのか詳しい内容を打ち込みます。そしてさらにボールを持っていないサポートの選手たちのデータも。たった5秒のプレーを何度も巻き戻しながら細かくチェック。1試合で入力するデータはなんと2000項目以上。この膨大なデータがラグビーをより面白くしているんです。いやこれ大変だわ。大変。これデータをまとめるのはどれぐらいかかるんですか。時間、だいたい1試合で8時間とかある10時間ぐらいかけて入力しています。8時間から10時間。はい、今回 の, そのワールドカップなんかも収集したんですか、はい、データ。はい、一応グループの試合は全部今回入力しました。でもね、ここ見ると3人しかいないんですよ、伊達さん。たった3人しかいない。ねえ、ちょっと今日は2人しか、もう2人しかいないんですけど。大丈夫ですか。頑張ってます。今日は2人もなんかラグビー経験者っぽいですけど。あ、そうです。あ、やっぱり、はい、学生さん。あ、そうです。どこの学生ですか。僕は早稲田です。早稲田。はい。で僕中央大学。中央のラグビー部ってことですか。それではないです。あ、愛好会みたいな。気になる入力作業のバイト代は。1試合いくら。1試合で1万3000円もらってます。1試合1万3000円、はい、はあ、まあでも10時間とかかかるんだから時給1300円ぐらいですね。ね、スポーツ番組やってる、はい、あなた2つやってるわけですもんね。ネオスポーツ、トラノマンスポーツと。はい、それなのにです、はい、スコットランド戦、はい、途中で風呂入りに行った。続いてサッカーのデータ入力方法も見せていただきました。ラグビー同様ワンプレーずつチェックし詳細な情報を入力。一試合にかかる時間はなんと12時間。例えば背番号が見えなかったみたいな時とか。そうですね、基本的に背番号については、はい、まあ、見えない前提で入力しているので、ええ、あの背番号に頼らないで入力できるように、まあ、選手の特徴を、はい、まあ、把握して入力しています。すごいな。じゃあ J リーグ の, その全選手の大体ある程度特徴だったりとかデータというのは割と頭の中に入ってるってことですか。そうですね、まあ、映像プラスその、まあ、こういったプレーをするんだみたいな、うん、っていうのはなんとなくやっぱ長年やってると分かってきます。はい、ここからはデータスタジアムならではのマニアックなデータからここでしか見られない情報を教えていただきましょう。ではまずラグビーから、はい、まずラグビーからいきますか。はい、まあ、今回のワールドカップではね、はい、一番こう人気出たのが、まあ、五郎丸、はい、だと思うんですよ。はい、はい、まずはワールドカップのデータから
五郎丸選手の本当の凄さを見てみましょう。五郎丸選手、大会の4試合で、1回も反則を犯してないんです。確かにそうかも。0回だったんです。はい、0回、はい、しかも五郎丸選手交代せずフル出場していたので全部出てましたよね、はい、最後までね。なのにこう0回五郎丸選手それだけこう技術もあって、はい、で反則も少なくてかっこよくて紳士的で このデータ出したらねもっとでも秋元ちゃん五郎丸選手はタイプじゃないって言ってた、はい、あのね素敵ですけど、まあ、秋元ちゃんはどちらかっていうと割とこう細マッチョ続いて日本が3勝もできた勝因は今回日本の、まあ、ディフェンスが素晴らしく良くてですね、はい、特にこう低くタックルを行くっていうのが、はい、話題にもなっていたかと思うんですが、はい、うちの方でですねタックルをどこに行っているか足と腰と胸と3段階に分けてデータを取っているんですが、特に顕著に南アフリカ戦の時にすごい違いが出たので、一つお知らせしたいなと、はい、南アフリカ戦の時に日本は36回足にタックルって言ってるんですね、はいはい、ただ南アフリカの方は下にいたのは5回だけと。これだけしかしてないの南アフリカは、はい、はあ、なるほど。やっぱりタックルは低い方がいいんですね。そうですね。そっか、このデータによってそれが分かるわけだ。面白いですね。なんかこうマニアックだね情報が、うん、本当ですね。でもなんかこう立体的に見えてきますよね、奥深さをなんか分かるというか。確かに確かに。それでは一番タックルをした選手は誰なんでしょうか。僕は、リーチマイケルだと思います。正解です。やっぱり、はい、すごい伊達さん、タックルした回数は。そうですね、リーチ選手、53回。はあ、これ4試合で。そうですね、53回。2位はちなみに。2位は、トンプソン選手。ああ、トンプソン、はい、4番ね。そうです。ロック、うーん、言ってましたね確かに。はい、うーん。続いてボールには触ってないけどサポートで一番活躍した選手は。1位の選手はどなただと思いますか。稲垣とか三上とかじゃないですか。が今回はですねトンプソン選手が1位でした。トンプソンでした。はい、おー、あ、そうですか。はい、回数が115回。おお、サポートしていたと。なるほど、サポートした回数が115回。はい、はい、そうですね。すごいですね。はい、もう影の MVP じゃないですか。そうですね、立役者といっても過言ではないと思います。はい、あ、いや面白いわ、めっちゃテンション上がるわ。ここからはサッカー J リーグのマニアックなデータを教えてもらいましょう。まずはサッカーなのに足を使わなかった選手は。え、サッカーなのに足を使っていない、うん、何ですかこのデータ。まあ、サッカーは基本は足ですよ。足しか使っちゃいけないわけですね。あるんですけど、ヘディング。ヘディング、ヘディングです、ヘディング、ヘディングシュートをした、ヘディングシュートをした選手、はい、なるんですけど、はい、誰だと思いますか。これね、サイドの選手。残念ながら僕はもう数しか知らないんですよ。リーグ戦で一番多かったのがサガン鳥栖の豊田選手。はい、まあ、長身なのでゴール前で、なるほど、ボールを合わせるっていうプレーが。何回ぐらいしたの。回数は29本。そんなにしてるんですか。はあ、これじゃあ得意としてるってこと。そうですね、まあ、長身ですし、まあ、やっぱチームの戦術としても豊田選手に預けるみたいなっていうのも聞いてるんで。ヘディングシュートね、はい、続いてボールに触る回数は少ないけど最もチームに貢献した選手は。まあ、ボールタッチ、まあ、ボール受けてパスしたりシュートしたりっていうのがあるじゃないですか、はい、それをどれぐらいの感覚、平均した場合にどれぐらいの感覚で、はいはいはい、ボールに触ってるかっていうデータを出した時に、はあ、サンフレッチェ広島のフォワード、あー、佐藤久人選手。はい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 、はい、でも佐藤選手ってね毎年2桁ゴール上げてるから、 それこそダイレクトボレーシュートとか、ね、本当に私一撃で、じゃあ決定力がすごい高いですよ。あのここぞというところのシュートで決める。そうかっこいいですよちょっとね。そうですね、あいつに渡しとけばなんとかなる。そう、あいつ持ったらもう間違いないみたいなね。では反対に一番多くボールに触れている選手は。
1位の選手は、川崎フロンターレ、はい、まあ、パスサッカーっていうのももちろんあるんですけど、ボランチの中村健吾選手。中村健吾選手大体 1試合で112回。そんなに本当規定になってる、まあ、要するに、まあ、集まってくるわけですよね、はい、それは期待してるから。そうですね、へえ、面白い。そうやってまた試合見てると面白いでしょうね、うんうん、あ今触った、あいつあんま触んねえんだよ実はっていうね。そうそうそうですよね、うん、あやっぱ確かにずっと触ってるなとか思いますよね、うんうんうん、なんか見方が変わりますよね。そうですね、面白いですね、やっぱデータってね。ボールあるとこないとこで見ると結構確かに視点が広がって面白いかなと。でも早く作らなくちゃいけないわけでしょ。そうです、ね、要するにそうです、ね、次の日にはデータ欲しいわけでしたり、早い方がやっぱデータも鮮度があるそうですね。そうですよね、これが1年前の試合なんですけどって言われてそうですよね、タイムリーなものが、ね、重要ですもんね。いや貴重な、ね、お話が聞けましたね。データ面白いですね、これは。今後とも長いお付き合いをよろしくお願いいたします。高松君には適当なデータが中央道から工事のお知らせです。12月25日まで勝沼大月間で終日一車線規制を行っています。渋滞が予想されますが、ご理解とご協力をお願いいたします。ネクスコ中日本。パルテノ果肉ソースを濃密なヨーグルトの下に、濃密ギリシャヨーグルトパルテノ、期間限定フレーバーも。森永乳業。はい、オムライス。お、それ私が考えたの。美味しそう。入らないな。自撮り棒あるわよ。はい、変わったデザインだね。短すぎない？伸びるのよ。お、長すぎない？ソフトバンク。ジョージアヨーロピアンのホットを名前を伏せて飲んでもらいました。香りもすごいいいね。実はそれジョージアヨーロピアンなんです。え、嘘。ホットならではの美味しさにあなたも驚いてください。ジョージアヨーロピアン。事実、東京にも突然雪が降る。その中で安定した走りを見せたのはオールシーズンタイヤベクター4シーズンズ。変えないタイヤに変えよう、グッドイヤー。最初にこれ飲んどけってありますか？ピンときたのでいいんですよ。恋と一緒、ウユイシーナサントリートリスクラシック新発売。いい部屋、いい部屋ネット、いい部屋、いい部屋ネット。駅近新築眺めよし、わがままついでに。オートロックレディ。いい部屋ネット、いい部屋ネットで探そう。モスバーガー、ご当地からあげ祭り開催。揚げたて熱々がうまい。日本の美味しさ再発見、食べ比べよう。2つのからあげバーガー、モスバーガー。白髪染めもオイル美容の時代、サイオスオレオクリーム。プロ仕様のオイルインクリーム処方で輝きあふれる髪色へ、手が届くサロン品質。サイオスオレオクリーム、カラーリフレッシャートリートメント誕生。ずっとみんなを夢中にさせちゃう。だって美味しいから。エビフィレオの10年目をお祝いして、焙煎ごまエビフィレオ復活。さあ、プリプリを楽しもう。まっすぐまっすぐ、あなたのお尻の悩みに向き合いたい。ボラギノール A 座剤は4つの有効成分、痔の症状によく効きます。痔にはボラギノール。I was lost till I found you.